長い時間死のうとすら待っていたようだ。フラヤの女司祭か。争った跡はない。ガシか。かなり時間が経っているな。聖なる園が襲われた時ここに隠れていたんだろう。鍵か。使えそうだが簡単には諦めない。ラマンド、鍵をどこへやった？木箱、聖堂に全部入れてある。ただ、鍵だけない。鍵、どこだ？なぜ、黙ってる？ラマンド、コソ泥、ペテンシエ、腐ったれ、役立たずのゴミ野郎め。鍵を手に入れてやる。手など借りない、バカめ。そこに隠せないぞ。また会ったな。お前ならできる。解放してくれ。死になんて付き合ってられねえんだ。つまらん話だ。興味はない。どうするつもりだ？ウィッチャーの仕事をするのさ。水門を開けたが何も起こらないな。
水門を開けたが何も起こらないな。上から落ちてきた骨、何年も前だな。
いつなら化け物を始末してくれそうだ。その名に呪いを。走りつくとか。今日はこのバカ、もう一回やりやがったら許さねえ。ちょっといいか。船の準備をしてるのは見えないか。ニルフガードとも狩りに行くんだ。もっといい獲物がいる。モークバーグだ。ああ、奴を狙ってるのか。答えてやろう。フラヤの名のもとにな。モークバーグが庭園を襲った時、ただ一人生き残ったと聞いたぞ。ああ、なんとか逃げたんだ。第一母神の加護を扱ったんだろう。女司祭は第一母神に見捨てられたようだな。ああ、モークバーグは彼女らを縛り上げて一人ずつ喉を切り裂いていった。笑いながらだ。わかるか？奴は笑ってたんだ。だが女司祭長ウルブは最後の力で呪いをかけた。人ならぬ獣め、永遠に獣でいろってな。司祭らしいや。嘘つきめ。なんだと？第一母神の乳房に誓って俺が。信心深いふりをしても無駄だ。お前はモークバーグの一味だったんだろう。頭が切れるようだな。だが何か忘れてないか？こいつらは全員俺の手下だ。武器も持ってる。紹介してやろう。俺はウィッチャーだ。正義の裁きを下しに来たわけじゃない。俺の過去をほじくり返して何の真似だ。呪いを解くために庭園で何があったのか事実を知りたいだけだ。なんでそんなことするんだ。あのクソ野郎はラグナロクまで苦しんで当然だぞ。やると言ったらやる。俺もよく同じことを口にした。あの野郎とヒンダースバルへ渡るまではな。俺も残酷なことをやってきた。誰でも斧が向くままに殺したもんだ。でもあの女司祭たちは俺ですらひどいと思ったよ。全てが終わってモークバーグが仲間と酒を飲んでた時、俺はこれを取り出した。狼の牙の首飾り、ルーンがついてるな。村の祭司だった親父からもらった。この牙で傷をつけた相手は死ぬより恐ろしい運命に苦しむと。本当にそうなったってわけだ。それでその呪いを解く方法は？これを身につければいいだけだ。だが渡せない。あのクソ野郎は苦しむべきだ。女司祭たちはどうなる？庭園を取り戻せる日を心待ちにしてる。お前も借りがあるだろう。わかったよ、持ってけ。だがただでは渡せない。代わりにお前の過去は誰にも話さない。約束だ。それはどうでもいい。話したらお前を殺すだけだ。モークバーグは人間に戻ったら絶対に逃がすな。絶対にだ。ウィッチャーに敬意を。嘘だろ。グレミスとは本当にお前のせいじゃ。ああ、
前なら、できる。解放してくれ。ほら、これをつけろ。今なら、もう持ってる。ふざけてないで、さっさとやれ。自由だ。俺は自由だ。ついにやった。酒場はどこだ。豚の丸焼きか。いや、うまい牛肉を樽いっぱいのビールで流し込むぞ。そして海に出る。みんな俺を忘れてるだろう。一発かまして思い出させてやる。ノビグラドで、他の場所で、また大暴れだ。前途洋々だな。だがその前に報酬だ。ああ、忘れるとこだった。ああ、よくあることだ。落ち着けよ。約束は守る。いいか、まずノビグラドのビッツへ向かい、金貸しを見つけろ。そいつにモークバーグがよろしく言ってたと伝えれば、俺の感謝の気持ちがわかるだろうよ。じゃあな、海が俺を呼んでるぜ。ウーマにかけられた呪いの開示は簡単ではなかったが、イェネファーとウィッチャーたちはどうにかそれを成し遂げた。この世で最も醜い男の正体は人間ではなくエルフ、それもエルフの賢者だった。その名をアバラックと言った。彼はワイルドハントからシリを逃がすのを手伝い、シリを霧の島にかくまったエルフの魔術師本人だった。
遊んだ女がいた。何でもしてやりたいと思ったものさ。それで魔術師が大爆発さ。そこら中に血が。おいお前、生きのいいネズミも見なかった。いらっしゃい。質入れか買い物かい？モークバーグがよろしくと。俺とモークバーグのことは誰にも言うな。そんな奴は知らん。いらっしゃい。売り物。グエントで少し勝負しないか。
な。どんなにほじり出すって絶好調だな。デタラメをマークしてみるやん。ウーマにかけられた呪いの開示は簡単ではなかったが、イェネファーとウィッチャーたちはどうにかそれを成し遂げた。この世で最も醜い男の正体は人間ではなくエルフ、それもエルフの賢者だった。その名をアバラックと言った。彼はワイルドハントからシリを逃がすのを手伝い、シリを霧の島にかくまったエルフの魔術師本人だった。待っていくれぞ。あと一週間いてちょうだい、クリス。ごきげんよう。今度はどのようなご用でしょう。モークバーグについて聞きたい。報酬をもらいに来た。ではまさか本当に。モークバーグはもういない。嘘だったら金は返してもいい。その言葉を忘れないで。愛、憎しみ、強さを与える神々よ。なぜ女神様はあなたをここへ。自分の意志で来ただけだ。フラヤを崇めていないようですね。ああ、だがその信奉者には敬意を持っている。それは結構。でも異教徒にも等しく罰と恩恵をお与えになるフラヤにとっては無意味なことです。全ては人の行動によって決まるのですから。何を求めです。商品を見ても構わないか。またな。ああ、気をつけてください。行くぞ。待ってゆっくり。
しに来たかは知らんが、見つけたのは自分の死だぞ。